ましたか。行きました。それ一晩で一晩で、ま、やっとってることを。いやいやいや、もうお祝い事ですからね、勝手に決めときました。いや俺一人で成人祭しちゃったんで昨日。とりあえずその謝罪コメントから入ってみました。人気を背負っていたにもかかわらず転覆失格という結果になってしまい、本当に申し訳ございません。あの、いろいろ言い訳はしたいことがあります。いや、ちょっとあの意地になっちゃいましたね、僕も。3、4、6枠で、僕は正直一着を狙った幕出しを考えてましたけど、もう一周一幕でもう入れずに前走られてたんで、むちゃくちゃ、まあちょっと意地になって、どっちかは絶対抜いたるぞっていう気持ちになったところを、なんか2周2幕で大変に対して切り返しみたいな感じで行くから、僕にもこれチャンスと思って、超スピード雑誌しに行ったところ。確かに、うん、僕も太平じゃなかったら切り返しには行ってないです。いやいや、普通は僕だから来ないでしょ。いやいや、俺が、まあ、みんな、まあ、いや、あれは本当にショックショック。あの話はしたの、太平の水神祭。あ、しました、しました。まあ、まあ、1万回も何も、あの、初優勝の水神祭ができてないんですよ。初優勝の水神祭ができてないんで、うん、まあ、それも、それをやる。はい。で、平本さんの事実初優勝の水神祭ができてないんで、それをやる。以上です。で、以上。いや。でも、早く見たいですからね。ああ、まあ、あの、この調子だと2万回。でも、そこまで伸ばしちゃうと、やんないのみたいな。まあ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 、そうですね。とりあえずやりましょうか。でも今日のレースが平本さん12レースですね、うん、どうしようかな。あ、じゃあやりますか、今から。うん、今から。でも太平で一番早いでしょ。まあ僕と陣太郎が4レースで。ああ、じゃあもう今行って。いやいや、自分だけ飛び込まないから。いやいやいや、あんまり遅いと立ち玉にもちょっと迷惑かかっちゃう。ああ、まあそうだね。そういう約束をしとったんだったら、僕は聞いてないんですけど、まあ、ちゃんとやりましょう。お祝いのやつですからね。じゃあ行きましょう。あの、見てから、はい、反省会するんで、はい、例のリプレイが一晩で1万回すごいですね。コメントとかなかったんですか。それが一晩で何のおかげか、これ確かにこれですね、これの。何それ。大変でーす、ヒロニーでーす。ナイさんはどんな感じやついでに、うん、何チャンネル。ついでに、じゃあナイさんも YouTube 解説記念一緒に取り組みますから。おお、じゃあナイちゃんも一緒に飛びます。やりますか。今からですか。いつやる。今でしょう。今。ちょっとだけ試運転。あ、そう。じゃあ全然。今日じゃなくていい。明日までまと。明日。しかしたら2万回行ったらヒロニーも飛び込むっていう、あの、あれもあったんで。そうしましょう。行きますか。はい。今日はまだ大事な日だから。そうですね。明日。